まずは赤コーナーから登場はシハヤ。さあキッズエディションと参りましょう。まずは一つ目のバトル、赤コーナーから登場はシハヤ。対するはブルーコーナーからの登場です、ケイター。さあ赤コーナーがシハヤ、ブルーコーナー、青コーナーがケイタというカード。陽介君、ちょっと改めてこの2人はどんな2人なの？それシハヤ6年生なんですけど北海道から来てて、北海道でケイタは5年生なんですけど鹿児島から来てるんですよ。あ、だいぶ北と南から。今回オープンも女子も全部含めて一番遠いバトルだと思います。いらっしゃいませ。はい。さあ張り切ってもらいたいところだね。じゃあ先行がシハヤ赤コーナー、後攻が青コーナーケイタ。30秒3ターン、ルールは変わらずです。それでは参りましょう、キッズエディション一つ目のバトル、バトルスタート。さあキッズエディションがスタート、準決勝一つ目。まずは赤コーナーシハヤの先行からスタート。そしてブルーコーナー、後攻はケイタ。終了。さあキッズエディション準決勝一つ目という形で、先行が赤コーナーシハヤ、そして後攻がブルーコーナー青コーナーのケイタのバトルでございました。決勝に進むのはどっちという形でジャッジメンタイムです。それでは3、2、1、ジャッジ。ウィナーは赤コーナーシハヤに決定。どうだったんですか陽介君？すごいですね。まあ今回出てる4人のキッズフリースタイラー、みんなオハスタではフリースタイル四天王って言われてるんですけど、四天王すごいんだね、もう人気者だしたもんね。いや本当にめちゃめちゃ上手くなってますね。ただ見事決勝進出は北海道から登場でね、シハヤ。そうですね、シハヤも北海道だし、
ケイタも鹿児島なんですけど、うん、2人ともね、ローカルのフリースタイラーに、北海道だったらクロっていうフリースタイラーがいて、うん、鹿児島だったら、トシキっていうフリースタイラーがいるんですけど、まあ、ローカルのフリースタイラーに教えてもらいながら上手くなってるっていうのも、またこれフリースタイルのいいね、今まで流れてきた歴史を感じますね。カルチャーとして太みを感じてくるね。はい。